わー、怖え。それ考えてやってるとしたら闇だね。嘘か本当かわからない、この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。おしいでん。オッケー。いい方いい方。オッケー。今日は今日カラフルですな。本日は僕のね、関川都市伝説でございます。キュッシャーキュッシャー。今回は樹海にまつわる都市伝説を、うーわー、樹海ね、お話ししていこうと思います。樹海は闇深いぞ。樹海に入ってはいけない理由って皆さん知ってますか？あー、迷子になっちゃう。普通にね、もう大自宅とかも来るって出てこれなかった、うん、まずはね、死者が多くて、はいはいはい、まあ、やっぱ幽霊とかもいるし、まあ、普通に不気味。もう一つはさっきターボが言った通り、なんか磁波、磁波がもう乱れまくってて、うん、方位磁石とか効かないんだって、うん、そうなんだ、効かないよマジで。恭平樹海でなんかやってたよ、ね、俺、あ、マジで通されたやつあったよ、うん、え、マジで通じない方位磁石。電話全然あプツプツ言ってる。確かに電源も通じないし、方位磁石もね、うわ、そんなの。そうだね、確かにマジで。まあでもあの時は多分ちょくちょくなんかその行ってる場所の跡みたいなのを残してたから、うん、まあ分かるんですけれども、うん、もっと本当に入奥の方に入ってしまうと出てこれないということで、逆にその強みを生かして死者っていうのがどんどん増えていくわけですよ、ね、うん、まあ確かにね、人目につかないので。まあ今回はですね、その死者が多い樹海っていう話をしたいわけじゃなくてですね、はい、あ、違う、はい、今回は樹海で死者として切れなかった者たちが集まってできた集落っていうのが、あ、やんだ、あるの、すごくね、そんなの、現存するんですよ、マジで。帰る場所もなくなって準備してましたので、もうそのままここで生きていこうっていう形で、集落ができている、樹海、樹海村みたいなのができてるわけですよ、まあ、一応これ Google のストリートビューでも集落っぽいのがあることは確認できるみたいな。マジ、実話っぽいな、都市伝説だな、気になるな。そちらの画像ありますので、はい、ご覧ください。うわ、もうがっつりと村だね、しっかり集落になってる、超集落じゃない、あ、これが、すごいな、うわ、すげえ、家みたいなのが密集してるんですよ、うんうん、しかも綺麗に四角なんだね。今日はこちらの樹海村についてのね、都市伝説を話していこうと思います。おー、面白い、もう面白い。まずね、信憑性高いじゃないですか、あの画像が。はい、そうだ、ね、ですけど、もっと信憑性上がることがありまして、え、もともと樹海っていうのはその場でサバイバルをして生活している集団っていうのがいるみたいで、うん、それと一緒に共存をしたんではないかっていう説なんですよ。なるほどね。元から何かあったわけよな、その集団のせいが、うんうん、だそれがちょくちょくちょっとずつ大きくなっていっただけなんじゃないか。ああ、なるほど。最初から何もないでさ、家とか建てるのは無理がある。なかなかの労働よ、仲間ができないよね、多分。絶対できない。たまたま同じ日にとして、お、村作ろうぜってなるってことでしょ。あ、まあ無理だよ、それでこの規模は無理だよ。無理だよ。この樹海村と呼ばれる村なんですけれども、うん、一応正式名称がありまして、うん、上区一色村っていう、上区一色村、参加って呼ばれる部族みたいな方たちが一応その場にいまして、うん、その方たちが未遂で終わった方たちを呼びまして、はいはいはい、仲間に入れてこうなったんではないかと。一応参加の一部の方たちは警察とつながっていたりもして、この村っていうのがもう黙認されている状態っていう説が噂がねあります。まあなんだろうね、ややこしいから、だからもう黙認せざるを得ないんじゃない。確かに戻るとこがない人たちが多いから、うん、その人たちがなんか困り果てるならその村を黙認してもうそこで生活してもらう。あー、そうだね、もう出家みたいなもんだね。そうだね、そうだ、昭和30年以降からはもうその参加っていうのはほぼ見られなくなったんですけれども、うん、まあ、樹海村に多分行って、まあ、いろんな自殺未遂者の方をね引き込んで大きくなったのではないかと。なるほど。多い時で800人ほどがその村にいると言われている。結構ね、めちゃめちゃ多いな、800人だよ、ね、まあ、だいぶです、ね、で実際にこの村に行ってみた人も結構いるんですよ、うん、あ、興味本位でみたいな。そう、あ、まあ、だからこの時点で樹海村っていうのが確実に存在するわけです。そうだね、うわー、絶対に今までまあちょっと都市伝説っぽく言ってましたけれど も、 もうこれは確実に存在します。じゃあもう、そうだね、もう例のやつやん。
そうです、例のやつです。ST あるあるのやつなんですけど、一応行った人はね、皆さん口を揃えて、もうアスファルトも塗装されてるし、怪しい気配もない、綺麗な集落みたいな、しっかりしてるね。で、中には丸々層とか、普通になんか建物もある。あ、そうなんだ、ちゃんとしたとこなんだね。一応ちょっとね、樹海層とかやばい名前のとこもあるらしいです。あー、危ないしな。どんな層やねん、別に。なんでこんな村ができたっていう。いや、まあそうだよね。なんとですね、真理教が関わっていたとされています。あー、そうなの。はいはいはい。全然関連性なくない。まあまあまあ、まあ、要するに支部となってたわけですね、一支部。ああ、それが上久一式村という。真理教は多数の出家信者を移住する施設をこの地に建設し、製造など真理教事件を起こした犯罪の拠点となっていた。さらに村民の住宅から真理教が仕掛けたと思われる盗聴器が多数発見された。現在でもその上久一式村って書いてある看板とかも立ってるみたいで、まああるっちゃあるんですけれども、もう現在はどんどんね、ピームと一緒に衰退していきまして、7個ほど今宿やってるみたいなんですけど、他は全部もう閉店というか閉まっちゃってるみたいですね。なるほど。宿があるんだ。家ももうほとんど潰れたり、ちっちゃくなっている。あ、じゃあそこで管理しててしようとしてそこら辺さまようわけじゃん、路頭に迷ってるから結構かかりやすいんじゃない、その線の音が。あー、なるほどね。あー、かかりやすいな。だからそこに正直頭がいいよ。確かに、逆に言ったら格好の元だもんね。800人に膨れて警察ともつながってるでしょ。あー、それ考えてやってるとしたら闇だね。すごいね、いろんな本当になんか都市伝説。いや、本当すごいな。シンプルに恐ろしい。いや、恐ろしい、マジで。なんかどん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 核に迫っていってるというか、ただの真実でしかなくなってきてる。で、この樹海村っていうのが知れ渡った理由っていうのもありまして、まあそれは傘下が自分たちで大げさにこの話をしたんじゃないかと、噂を流したんじゃないかと言われています。樹海そもそもが怖いやつ、こんな村もありますよと流すことによって、その傘下の一番大きな収入源が松茸なんですよね。あー、松茸。樹海に生えている、その松茸を誰にも取られないように占領しようとして流した噂だと言われています。あー、なるほど。そうです。だから怖い噂が飛び交っているんですけれども、実際はそんなことはないと。ね、入ったら殺されるとか、法律が効かないとかいう噂出回ってるんですけど、そういう事実は一切ないと。そうなんだ。だから俺はさっき言われるまだ犬鳴村と一緒の村なんじゃないかと思いながら、ね、まあ、通じないけどね。だから参加っていう部族がそのあれですね、松茸取られないように流した。なるほど。頭いい噂だ。なんかどんどんいろんな感じで大きく話が膨れ上がって、総じても怖いイメージになっている。なるほどね。まあ、ということで、はい、まあ、今言った一連の流れっていうのがね、はい、この村の真実というか、まあ、核に迫っている部分ではあるんですけれども、はい、最後ちょっときれいめに話を終えたんで、怖いイメージがちょっと消えてる感じじゃないですか。ですけど、ちょっと皆さん忘れないでほしいのは、もともと支部ですので、はいはい、今いる人ももちろんいるわけです、はい、その中の何割かは、信者であると。いやー、怖い。ということで、はい、やっぱ怖い。ちゃんと怖いマインドみたいなのを受け継いでますので、うん、この村に入って言動には注意していかないと、もしかしたら本当に帰ってこれなくなるかもしれません。うわー、怖い。信じるか信じないかはあなた次第です。おー、いや、怖い。いいね。興味深い、これ。さすがです。素晴らしい。いろいろ考えれるね。怖い方の理由がどんどん集まって、それがガチなのが怖いよ。で、そこになんかさ、遊びに行ったみたいな言ってたじゃん。普通の街だったって言われたんでしょ。うん、ほんと分かんないんだよね、そういう。分かんない。もう見抜けないんだろうね。そうだ、踏み入れたらそこだったみたいな。そうそうそう。まあだから普通にそんないないんでしょ、人も。うん、で、別に普通の人もいるわけでしょ。うん、ただ元の支部、もっと支部だったってことを考えると、誤った言動をすると何をされるか分かんないよね。うわ、こういう怖さがあるのか。怖っ。まさかこのなんたらし風伝のつけてる人がこんな怖い話。一番大事なとこがついてる、これ。なんたらし風伝よりその前だけ言ってくれれば大丈夫なのかな。別に疾風伝に限ったことではない。樹海はどちらにせよ危ないところですので、あまり立ち入らないように気をつけてください。はい。もしでもゾッとした方、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。
次のね、都市伝説でお会いしましょう。バイビー、バイビー、バイビー、バイビー。